平野仕様のファッション転換がもたらす600万人パワーの可能性。日本のエンターテインメント業界で大きな話題を巻き起こしているのが、元キー、NG ・ n g o ブスの平野仕様26の飛べへの合流宣言です。その退場後の新しいファッションスタイルが、彼の個性的な魅力を引き立てる新たな局面を迎えつつあるようです。 7月7日に発表された、トベへの合流以降、平野様は神宮寺裕太25とともに新たな舞台へ向けての準備を進めています。しかし、その合流宣言の陰には驚きと変化が隠れているようです。ジャニーズ時代とは一線を隠す新たなスタイルを模索する彼に、ファンや専門家たちの注目が集まっています。ジャニーズ時代から平野様は、 高級ブランドの洋服を愛用することで知られていました。しかし、そのファッションが退場後、さらに華やかなものへと変わったことは、ファンたちの間で話題になっています。とべ公式 YouTube で行われた合流発表会において、平野の身にまとったルイ・ヴィトンの全身コーディネートは、一つのピークとなりました。 その日の衣装は、Y シャツ、T シャツ、パンツ、ブーツ、ネックレス、ブレスレットまで、すべてルイ・ヴィトンのもの。総額で約120万円という驚異的な金額のコーディネートが、その存在感を際立たせました。 さらに、平野のインスタグラムに投稿されたレモネードを飲む写真に写っていた T シャツも、ロエベというブランドのものであり、その価格も6万6千円という高額なものでした。ジャニーズ時代からハイブランドの洋服を好んで身にまとっていた平野仕様ですが、このようなギラギラとしたロゴまみれのコーディネートは、ファンにとっても一抹の驚きと戸惑いをもたらしました。彼のファッションが、 退場後の変化の一環なのか、何か特別な思惑が背後にあるのか、その理由については様々な見解があります。芸能人のファッション事情に詳しい女性編集者によれば、平野の新たなファッションスタイルには大きな変化が見られるとのことです。リトンやロエベといったハイブランドの洋服は全て新作であり、 トレンドを追い求める一方で、これまでにはないほどの派手なロゴまみれのスタイルが目立っています。一方で、この変化にはある種の思惑が存在するのかもしれません。これまでのジャニーズ時代からのファッションイメージを一新し、新たなスタイルを示すことで、渡米への合流という環境変化に適応しようとしている可能性が考えられます。 特に、ヒラの仕様のファッションスタイルがハイブランド中心であることには注目が集まります。こうしたファッションスタイルの変化は、単なる衣装の選択だけではなく、ブランドとの関係性や提携を示す可能性も考えられます。ルイ・ヴィトンとロエベは共に、LVMH、モエヘネシー・ルイ・ヴィトン。 グループに属しており、衣装提供やブランドとの連携があるのではないかとの見方も出ています。平野仕用のファッションスタイルの変化が、彼の持つ600万人以上のフォロワーという圧倒的な影響力を通じて、ブランドのプロモーションや新規顧客開拓に生かされている可能性も考えられます。 今日のインフルエンサー時代において若者をターゲットにしたハイブランドも新たな顧客獲得を目指すために若手タレントの影響力を積極的に利用するケースが増えています。平野仕様のファッションスタイルの変化は彼の個性と影響力を最大限に活かす一環として新たなチャプターへと突入しているようです。 これからも彼のファッショニスタとしての一面に注目しながら彼の魅力がさらに多くの人々に広がっていく様子を期待したいと思います。